どうもこんにちは宣伝部長の小市です今日は全員がセンターできるパーフェクトグループってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで今回はねキンプリさんのお話をしていきたいというふうに思います。で以前も少しお話しした放送作家の山田美穂子さんがですねキンプリさんのことをま絶,賛さ絶賛されてるまあ文章を書かれていたので今回はねそちらをご紹介しつついろんなお話をねしていきたいというふうに思います。 はい、えっと、こちらがですね「ニュースポストセブン」さんの記事で山田美穂さんが振り返るキンプリのね輝きということで、えー、メンバー3人が脱退し新体制となるキンプリということでどんなグループか改めて振り返るということで山田美穂子さんがねという形でえー、っとそうですねまあえー、っとそうですねキンプリの CD デビュー5周年記念日である5月23日とともに まあグループを離れる日が,せ日が迫ってきましたということで5人が揃ってパフォーマンスしているのを見てるとこの現実をつい忘れてしまいますと。 いうことで五月十三日放送の金プルでも同様の思いを抱きましたとどこから見ても完璧に完成されているグループと五人も五人でいるからこそのパワーを改めて感じたと思いますし全員がメンバー思いだということそして番組スタッフにどれだけ愛されていたかということが分かったと思います私にさえそれがストレートに伝わってきましたからっていうことでねはいで、まあ、このあたりはねなんだろうな本当にまあ 山田美保子さんって結構ジャニーズ好きな方なのでまあそれでもそれなりに見てらっしゃると思うんですけどなんか私とか本当ににわかなんでねでもいろいろ伝わってくることがあるのでまあ本当にそうなんだろうなっていうふうに思うわけですでえっ、ー、と歌番組や MV を見直しても同じこと思いますとキンプリはキラキラのままだしパフォーマンスもず抜けていてグループのわちゃわちゃ感も全く変わってないのですでもまあ23日は迫ってきてと。 いうことでまあ、それがずっとね、えー、っと11月4日の発表からそのずっと繰り返しということですね。うん、で、えー、っとジャニーズを長く取材してきた記者やリポーターさんの皆さんでずっと言われていことというのは王道全員が王子様顔面偏差値の高さが随一から、えー、この先何年も日本のエンターテインメント界の先頭に立って進み成長しているグループであり世界進出も決して夢ではないでしたと。 というこでめちゃくちゃ期待されていたグループっていうことですよね。はい、で、えー、とそして、岩橋元気君含めた6人の歴史が大きく動き出したのは2015年4月と。で、舞台「ジャニーズ・銀座2015」の座長を務めることになった時だと思いますと。で、私の印象では「ジャニーズ・銀座」というのはスポットライトがなかなか当たらないジャニーズジュニアが。 ステージと観客の距離が近い同劇場の真ん中で趣向を凝らしたパフォーマンスをするというものでしたということですね。だからすでに出来上がってた感のあった6人がジャニーズ・銀座と感じたと同時にこれは伝説の負け明けだと思いましたって感じでね。まあ、昔からだから注目してたってことですよね。 でまあ、数枚しかない当日券を求めて劇場の周りにファンの皆さんの大行列ができるのは同公演の風物詩ですがやはり記録的な人数が並んだのを間近で見ることもできましたっていう感じですごい並,ぶ並んだってことですね。で勢いそのままに同年6月キングプリンス v s ミスタ i n ン m r としてサますってことをテレ朝六本木ヒルズ夏祭りスーパーステーションの応援サポーターに就任した時も。 取材にして行かせていただきましたってことでね。はい。で、えっと、ジャニーズ・銀座がホップだとしたら、サマーステはステップということで、ジャンプとなる CD デビューは一体いつになるのか。なるほど、あ、そういう感じなんですね。はい。で、えー、ファンの皆さんもそうでしょうが、取材する我々も心待ちにしていたのを覚えてますっていう感じで、デビューがジャンプってことなんですね。はい。まあ、それはそうか。 で、えー、6人6様の個性はあるものの全員が赤全員がセンターが似合うというグループもそうはいないのではないでしょうかとでしかも高いスキルを持っていてジュニアでありながらデビュー組の先輩たちを食ってしまいそうな瞬間も何度も何度も目にしたものですで決して出しゃばってるわけではないし先輩たちより一歩後ろに下がってるにもかかわらず光が漏れてしまう彼らはそんな6人だったのですということでめちゃくちゃ大絶賛ですねはい。 でそれでも当時もう CD デビューするグループはないとの噂が一部マスコミで流れてたのも事実とでス,スタッフのどなたかがジュニアの皆さんを知った激励する意味で放った言葉が独り歩きしたかもしれませんがあの時代にそう言われたら目標を見失うジュニアもいたでしょうということですかねまあそんな中直談判で CD デビューをつかむということですね。はい確かになんかにその 彼ら以降あんんまいないなでしたっけその滝沢さんがなんか頑張ってデビューさせたみたいな感じになってまあだからあれですよねあの先輩たちがたくさんいる中でなかなかデビューがさせられなかったってことなんですかねはいでえっとそれでえっとライバルを置くことで才能を伸ばしていくのは事務所が長年培ったセオリーの一つということであと新目という独特のスタイルもありましたとでそうですね新目新メ 新って何ですか <laughs> えとそれでそこからの華々しい活躍と足跡を改めてここに記す必要はないと思いますということで全員が歌もダンスも演技もバラエティもやれるパーフェクトなグループっていうことでね本当にねだからねまあいろんな何て言うんだろうなあの普通その、まあ、ジャニーズのタレントってディスリもその、まあ、賞賛もあるけどディスリも多いじゃないですか。 だから、まあ、よく言われるのはなんか演なんかこうアイドルっていうだけで出てきて踊れないとかそれから歌えないとか演技が下手くそとかそういうのがあ,あったりするわけなんですけど、まあ、それ以外にも嫉妬とかまあ、まあそういうの含めてなんか結構ね悪口みたいなのが出てくるもんですけどあんまりっていうかほとんど見ないですよね褒めみんな褒めてるあの <laughs> すごいですよねだからその。 やっぱり実力があってもあと人柄みたいなところがあるじゃないですか人柄みたいなところで批判される場合もあるからすごい、ね、人気者は難しいと思うんですけど、ね、関係者の方からなんか悪口ってほとんど出てこないですよねすごいなと思いますけど。で、で、えっと、で そうですね。そして、えっと、これはティアラと呼ばれるファンの皆さんが言ってるだけではなく名前をげし出したきりがないほど他事務所ですよね同事務所じゃなくて他事務所の大御所俳優さんから超売れっ子芸人、ま、さんまでが、えー、メンバーそれぞれの仕事ぶりを分けてあの子はすごいと絶賛しているのですって感じで、まあ、ここの褒め方がすごいですよねだから忖度することない他の事務所のそしてその事務所の中でもさらに忖度する必要のない大御所俳優さんとか超売れっ子芸人ってことですね。が、 具体的な仕事ぶりを上げてってことだから本当にちゃんと褒めてますよっていうことをここで言っていただいてますね。はい、で、えー、と昨年11月キンプリだったの発表があった時にそのことを、うん、ご存じなかった船越英一郎さんがドラマ「クロサギ」で共演していた主演の平野くんを大絶賛していらしたのだとかとでそれが『スッキリの』の、えー、加藤浩次さんの耳に入ってたたみ ため加藤さんも一方聞いた時なんでもったいないと思われたと言いますってことですよね。だからこれからのグループだから、まあ、まだそんなに業界に知れ渡ってるほどではなかったってことですよね。だからまあそれがあの共演してみたらすごいとなって加藤浩次さんにその,その話が行きにだからですごいって聞いてたのにえなんでみたいなことですよね。でそれは まあそのくらいのぐらいの人ですらそう思うわけだからまあずっと見てた人とかめちゃくちゃ評価してた人からするともっと衝撃が大きかったんでしょうねまあここに関してね私はソロのさらににわかなんでそうなんかねその辺のね衝撃は正直わからないっていうか想像するしかないんですけどなんかねいろんな人の衝撃受けた言葉とか ね、表情とか、ね、言ってる内容を聞くと、まあ、相当なんだなっていうのは伝わってはきますけど、はい、でそして、えっと、で岸優太くんはステージのパフォーマンスのスキルの高さにより東山紀之さんやセクシー像の中島さんですねから先輩たちの信頼が本当に厚かったメンバーとでど同時にバラエティでも輝くからこそ VS 魂 メンバーに抜擢されたりってことであと2022年の『24時間テレビで』であったかごきょでえっとほかは井ノ原氏益田氏北山氏重岡氏かの1人に選ばれたのを思い出す思いますってことでね、まあ、ここについてはなんかなんだろう すごくあのファ,ファンにもファンも含めてだと思うんですけどめちゃくちゃこの人信頼されてるなっていうのはすごい感じますね岸さんはねそしてなんかみんなの愛を感じるというか可愛がられてるというかねなんかそれはなんか平野さんもそんな感じとかあるけどなんか種類が違うような感じが私まあ旗から見ててですけどね思うって感じでねはい。でえっ、ー、と そしてまずそれでいろんな思いを抱いての決断だったんでしょうがまずは8月公開の G メンの本編とそれに伴う岸君の PR をたくさんの場面で見たいですということでねでそして、えっと、昨年11月神宮寺さんが言っていたメンバーがこの先1人でも対処するなら自分も対処させていただくと決めてましたっていうね というコメントが忘れられませんって感じでね、まあ、これがね、本心だとするならば、もう何て言うんだろう、誠実の塊みたいな人ですよね、神宮寺さんはね。で、えっ、ー、とそこにはもちろん、岩橋元気さんへの思いが含まれていたと思いますし、グループを思う神宮寺、A、君の強さも感じられましたということで。 ドラマでの教室内のシーンでさえ目立っていた彼もまた歌やダンスパフォーマンス力の高さに定評があるエンターテイナーなのですということでいやーすごいこんなに愛にあふれた文章を書くってすごいですねはいでこれからも全員がずっと輝いてるのを見ていたいですキンプリを絶対忘れませんって感じでねなんか本当にすごい大絶賛でまあこれは多分みんながそう思うような内容をこういう綺麗な形でまとめてくれてるみたいな感じじゃないですかね 私ですらちょっとグッとくるからその <laughs> ファンの方々は多分このね、えー、と文章を含めて喜ぶんじゃないかなって勝手に思ってるんですけどまあもっともっとねいいとこはたくさんあるかも分かりませんけどまあ何て言うんでしょう記事としてはねすごくいい内容になってるんじゃないかなって個人的には思いましたっていう感じでねまあいずれにしてもまあもったいないですけどねまあ決まったことは決まったこととしてうん残念っちゃ残念ですけどねまあうん まあ、以上です。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。